はい、どうもまさきです。はい、今回はね、イギリスのカリマーというブランドからね、23年春夏の新作で、このUL ザックのクリーブ30っていうのが発売されたんで、ちょっと購入してみました。はい、価格の方が税込みで 27,500円という本になってます。はい、はい、このね、クリーブ30のね、使われてる生地なんですけども、X グリッドって言ってね、この縦と横と斜めのグリッド状のね、生地になってるんですけども、すごい強くて丈夫で軽いっていう生地になってます。はい、はい、UL ザックっていうことなんですけどもね、このクリーブ30の重量がね、900g っていう風になってます。んで、同じカリマーの、メジャーなリッチっていう30リットルのザックでだいたい 1470g なんですよ。ほんで、ミレーの、サースフェイっていうザックの30リットルで、1450g なんですけども、だいたい500g から550グラム軽いザックになってます。で、UL ザックで有名なヤマトミチ、あれのミニ2っていうやつがだいたい30リットルぐらいなんですけども、あれが重量が398グラムでだいたい400グラム、まあこれより500グラム軽いんですけども、これがなんで900グラムでもいいかっていうと、すごいヤマトミチにはないね、機能がいっぱいついてるんで、僕はこれにしました。はい、まあ、それが購入の決め手なんですけども、それをちょっと、ね、紹介していきたいと思います。はい、僕がねこのクリーブ30を選んだ理由が5つあって、まあ、1つ目は軽いっていうことですね。はい、そんで2つ目がね、この外側にポケットがついてるっていう、これがね、まあこのザックに限らずですけども、外側にこのポケットとかがついてると非常に使い勝手がいい。例えば、まあ手袋をいらんようになって脱いだやつを入れとくとか、あとはソフトシェルとか脱いで、まあ邪魔になったやつを入れとくとかね、簡単に収納できるんで便利です。で、これがまあ2つ目ですね。はい、次はね、おすすめポイントのね、3つ目なんですけども、このクリーブ30はね、上の出し入れするところが、ロールトップタイプって言って、まあ、クリクリっとやって止めるタイプですね。あれになってるんですけども、この真ん中のとこに止水ジップがついてて、これを開けることによって、中に簡単にアクセスできるようになってます。ここを開けても、中のものを出し入れできるようになってるんで、これがね、すごい便利だなと思って、おすすめポイントの3つ目です。はい、次がね、おすすめポイントの4つ目なんですけども、ちょっとね、これを背負って説明したいと思います。はい。よし。こんな感じです。僕がね、身長170で、これがサイズがミディアムってやつなんですけども、ちょうどいい感じですね。はい、この背面長っていう、このショルダーベルトからウエストベルト、これの長さが47センチっていう風になってます。これがミディアム。ほんでスモールが42センチになってます。はい、それがね、まあ女性用ですね。の男性とか背の高い女性はこのミディアムの方がいいと思います。はい、はい、背負ってみるとね、こんな感じです。はい、でね、4つ目なんですけども、このユーティリティショルダーハーネスっていうのがここにいろいろポケットがついてるんですけど、これがね、便利だなと思って、で、まあここにね、こういう、まあ、ナルゲンのボトルなんですけど、これを、まあ、入れれたりだとか、でこっちはね、携帯を入れれたりとかします。はい、まあ、ここに入れとくと、まあ、すぐに水が飲める。
それね、こっちにもね、ドリンクホルダーついてるんですけど、いかんせん体が硬いので出し入れしにくい。僕はね、ここについてる方が好きなんで、これがおすすめポイント4つ目です。はい、こっちにもね、同じようにドリンクホルダーついてます。はい、あとはここのウエストベルトのところにも収納が2つあって、でね、このボトムのとこにもね、ボトムってザックの底なんですけど、ザックの底のところにもポケットがついてます。これね、このボトムのとこのポケット何がいいかっていうとね、背中が、背負って背中側にジップがついてるんですよ。なんで背負いながらでもこう出し入れができるっていう、これがね、便利です。はい、簡単に出し入れできます。はい、というわけでこれがね、4つ目です。はい、次がね、おすすめポイントの5つ目、これがね、僕は一番いいなと思ってるんですけど、はい、まあ、こうストックがありますよね。で、まあ、ストックついて山歩いてて、でストックが邪魔になる時ってあるじゃないですか。その時にここにストックつけるハーネスがついてる。はい、これをね、ちょっと緩めてこう取ってこう、でね、ストックをすぐにつけることができます。背負ったままでね、これがね、めちゃくちゃ便利やなと思って、いつももうこう手にブラブラさせたりとか、もういらん時こう股に挟んでなんか用事したりとかね、はい、そんなんがなくなるので、もうここにシュッと簡単につけれるんで、これは便利だなと思います。はい、これがね、5つ目おすすめですね。全然邪魔にならないです、はい、これはいいです。はい、このね、クリーブ30は色が3色展開で、この白が、フェザーホワイトっていう色で、であと茶色っぽいコヨーテっていうやつと、あと黒ブラックですね、これの3色展開です。はい、でサイズがミディアムとスモールっていう形になってます。はい、このね、クリーブ三流は一機室の中が一つ分かれてない一機室の雑魚になってて、で、まあ、ハイドレーションも入れれるようになってるんで、はい、ハイドレーション使う人でも使えるようになってます。はい、このね、クリーブ三流なんですけども、行動しながらの操作性の快適さを求めた雑魚なんで、非常に歩きながらでもいろいろ出せたりやりやすい雑魚やなと思って、いちいちね、雑魚を下ろさんでも取り出せたりとか、そういう機能がいっぱい備わっているので、めちゃめちゃおすすめですね。はい、というわけで今回はカリマーのクリーブ30のご紹介動画でした。はい、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。松崎でした。さよなら。